はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は復刻、まあ水着のサーバントたちがね、全員ポーンって復刻来たんですが、まあこれについて誰がおすすめなのか、どういう風に強いのかっていうのをね、いろいろとお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まあショート動画とかの内容もちょっとね、含まれてたりするんで、まあそれの延長線と思ってもらえればいいかなと思います。ではまあ早速話していくんだけど、まだピックアップとしてトネリコしかスタートしておりません。まあこの後に水着のキャストリア、そして水着のメルジーヌっていう順番でやってくるんですが、まず一つ目の質問、この中で誰がおすすめですかというお話です。まあ合計2、4、6、7期のサーバントがいるんですが、この中で一番のおすすめはやっぱり、はい、アルトリアキャスターバサーカーかなと思います。でこれに関してめちゃくちゃ単純な理由で、90プラプラでの運用例が多いから、はい、おすすめしたいなと思います。で他のキャラクター、まあもちろん90プラプラで運用等ができたりはするんですが、その中でもやっぱ1個頭抜けて使われるキャラクターって誰ってなった時に、アルトリアキャスターがめちゃくちゃ使われてる場面多いなと個人的に思うので、アルトリアキャスターをとりあえずこのサーバントの中で言うと一番おすすめしたいと思ってもらえればいいかなと思います。で性能に関してなんですが、ちょっと強いところ抜粋していくんですが、 NP70% チャージこの子持っております。で単体 20% は人に付与することができるということで、まあアルトリアに使って 70% にしてもいいし、自身で NP50% で完結しても OK って感じです。でそれ以外だとクリ軸運用することができるっていうのと、アーツ単体宝具がね、混沌特攻、神聖特攻を持ってるんで、90プラプラでの運用がめちゃくちゃしやすい。これがね、やっぱりアルトリアキャスターバーサーカーの強みになってるかなって感じです。あと NP70% チャージ持っているんで、単体宝具なんですがシステム軸で運用できるっていうのも結構強い点になってるんじゃないかなと思います。そしてまあ弱い点を強いてあげるならば、この味方全体に対粛清防御付与する、これがね、いらないって感じ。キャストリアを運用するときに、通常のキャスターのキャストリア運用するんですが、あの子が OC 上げるごとに対粛清防御の回数上げてくれるんですよ。ただアルトリアキャスターのバーサーカー、バサトリアからアルトリアキャスターの宝具打ったときに、もう1回対粛清防御打ったよねっていう判定になって、対粛清防御の回数を上げることができずに耐久ができなくなるっていう、アルトリアキャスターと宝具運用した時に噛み合わせ相性が悪すぎるっていうのが強いて言う弱い点かなと個人的に思うんで、まあそこに関してはまあキャストリアの宝具を打つタイミングっていうのがちょっと重要になってくるかなって感じです。で、2番目に個人的におすすめしたいのがクロエです。でなんでかっていうと、唯一無二の性能を持っているからです。まあこの子自身、まあめっちゃ周回で使われるかって言われると、一時期周回で話題になっていました。まあ黒を使ったオーダーチェンジ編成で、どこでも霊装6積みで周回できるよっていうので結構話題になっていたんですが、正直1年経った今、黒の編成を使う人っていうのはあんまりいない、正直いないレベルって思っております。でなぜかっていうと、スキルでねこの子オーダーチェンジすることできるんですが、コストが高いオーダーチェンジプラス90プラプラをある程度周回している人は、黒を使わずとも周回編成組むことができるっていうことに、まあ、みんな気づいてしまったので、まあ、わざわざ黒を使って周回する方っていうのがちょっと減ってきている、いや相当減ってきてるかなっていう印象です。ただオーダーチェンジできるっていうのが唯一無二であるっていうのと、味方全体の攻撃クリー力、そして防御威力上げてくれるんで、サポート性能が高いです。強いサポーターいると思うんですが、それの絆を温存したいって思う人からすると、クロエ使う分には申し分ないっていう感じ。かつ防具に関してもね、まあ現行完成特攻状態っていうのがね付与されているんで、ある程度火力も出てくれるってことを考えると、まあ唯一無二の性能で、かつ味方全体サポートできて、宝具もある程度火力出せることができる、まあ弱くないよねって感じなんで、クロエを2番目に押させてもらいたいという感じです。で3番目なんですが、正直いないです。はい、これに関してめちゃくちゃ単純、全員程よく強いからです。
この子が群を抜いて一番弱いから悲観でいいっていうのは正直ここの水着ではないんですよ。まあ全員使える場面っていうのはちゃんとあるキャラクターとなっているので、このことを考慮した時に3番目がいるかって言われると、いや全員ある程度輝いてくれるから別にかなーと正直思ったので、俺個人として1番目はキャストリア、バサトリア、2番目は唯一無二の性能をしてるクロ、3番目は全員イコールと思ってもらえればいいんじゃないかなと思います。まあ全体的に全員強いからね。トネニコに関しては NP50% 持ちの全体 NP50% がまあちょっとねバトル開始時にすぐ使用できないっていうデメリットはあるんですが持っている。でかつ悪特攻の全体宝具使えるね。でサマバケ、この子を味方全体にねちゃんとバフばらまきつつ NP チャージ NP30% チャージ持っていて、秩序特攻を付与しつつ敵全体に強力な地属性特攻の攻撃強いよね。でバーバンシーに関してはちょっと癖があるんですが、毎ターン HP 回復や NP 獲得系ですね、それを延長することによってまあ半永久的に NP チャージをすることができるっていう運用方法があったりするし、この子自体人の力を持つ敵特攻を持ってるんで使えますねって感じ。そしてバーゲストに関してはこの子全体宝具であり単体宝具なんですよ。なので単体宝具だったらある程度火力出せるし、全体宝具だったらシステム組むことができるしといった意味で弱くないねって感じで、水着のメルジーヌ NP80% チャージ持ってて、かつ混沌特攻を持ってる。そして宝具に関しては地属性特攻の攻撃、うん弱いわけがないみたいな感じで、全てのサーバント普通に使える性能となっているので、まあ今回のピックアップ明らか孔明の罠なんですが、引きに行きたいなっていう方に関しては引いちゃっても個人的にいいんじゃないかなって思っております。そして2つ目の質問だったんですが、宝具レベルどれぐらい上げればいいのっていう意見です。まあ今回ねアタッカーが勢ぞろいみたいな感じで宝具レベルどれぐらい上げるか迷ってるっていう方がね一定数いるんですが、まあこれに関しては至極単純です。宝具レベル3以上を目指してください。まあ宝具レベル2でも運用することできるんですが、3の方が圧倒的に運用がしやすいです。で黒に関してはサポート運用するならば宝具レベル1でも OK っていう感じで、アタッカーに関しては基本宝具レベル3以上狙えるならば狙っといた方がいいかなと思います。でこれはねもうめちゃくちゃ単純、90プラプラの運用しようって思うと宝具レベル3以上が欲しいっていう感じになるので、まあそこはもう割り切って引きに行くっていうのでいいんじゃないかなと思います。でそれと同時に9周年とか水着のサーバントの性能気になるから引きに行けない、どうしようって悩んでる方いると思うんですが、可愛い好きだと思うんだったら引きに行ってください。逆に刺さらないんだったら性能を見た上でいらないと思うんだったら引かなくていい、性能を見た上で欲しいと思うならば狙いに行くべきと思ってもらえれば OK です。で正直ねここにいるキャラクターね、まあほとんど代用ができたりとかするんですよ。そうなった時に自分が好きだったら引きに行くっていうのが一番いいかな、精神上安心するかなと思うので、まあ好きだったら狙うという感じでいいんじゃないかなと思います。でまあ周年とか水着の話した時に正直知らないキャラクターの予想することができないんで、ここと比較することっていうのができないんですよ。なのでね今回のねイベントというより今回のピックアップ、本当に運営汚ねえなーっていう気持ちがするんだけど、まあお金を稼ぐという意味では正しいのでちょっとそこは置いておいて、やっぱ性能がわからないキャラクターと比較するのは本当に無理なんで、それを机上の空論でこうなのかなーって考えていざ来てみたら、あれ今回のピックアップ回しといた方が良かったじゃんって思うかもしれないんで、そこは自分の中のまあ折り合いですねをちゃんと決めてもらって、ここは引かない引くっていうのを決めてもらえればいいんじゃないかなと思います。以上が今回ね水着のサーバントについていろいろとね質問があったんですが、大まかな内容となっております。でまあ正直今回のピックアップマジで罠だと思います。周年でやべえキャラクターが実装されるフラグだと思ってるんで、
かない方がいいと言いたいんですが、正直この後のことを考えた上でもこのキャラクターたちは今後の周回で使えるキャラクターとなっているんで、引きたいって思う方に関しては俺は引いていいって思います。それぐらいに今回のキャラクターやばいんで、今回の復刻マジで孔明の罠以上に罠なんだけど引かなければならないっていうぐらいにやばいんで、まあもし皆さんね財布に余裕がある方は引きに行くというのでいいんじゃないかなと思います。まあハトさんに関してはね、正直引きに行くキャラクターが違うのでね、ヒビチカっていうキャラクターがねいて、そいつを引きに行かないといけないって俺は思っているので、うん、まあそこに関してはまあうまいこと1日1回召喚で出たらいいなって願っております。以上。あ、みんな1日1回召喚だけは絶対回しといた方がいいよ。課金できる方はおすすめしておきます。では最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。Thank you.